はい、では本日は、栄養のヨガスパイスを生活に取り入れられて、南インドのやスリランカの現地に味を求めて食べ歩かれているヨガの講師をされている佐藤恵さんにインタビューをさせていただきます。どうぞよよろろししししくくおお願願いいいいい。たたまます。す。はい は早速伺っていきたいと思うんですけれども、どのような夢やビジョンを私はちょっと20年ほどヨガをこう講師としてやっているんですけれども。 やっぱりこう皆さんがヨガを始めるときってわりとそのあの体が硬いから大丈夫かなとかあのポーズがうまくできるかなということでなんかこうヨガをあの始めるきっかけで来られる方がすごく多いんですけどもやっぱりそれって結局は外側の意識の中で自分を見ていてヨガで大切なのはやっぱり自分の内面なんですね。 であのポーズがうまくできるとか体が硬いとかっていうことよりもなんで体が硬くなってるんだろうとかなんでポーズが、えー、こう,うまくできないんだろうなんで呼吸が苦しいんだろうっていう自分の感じていることを感じることがとても大切でそれって食事も一緒でただ食べているだけじゃなくって、まあ、食べたものがどうやって自分の体の中に巡っていくんだろうとか。 どうやってどういうような栄養になっていくんだろうっていうことをなんか一人でもちょっと自分の意識が内側に向いてもらえると多分そのなんか こう皆さんんのの生活っってていうのがこうが変わってくると思うんですねどうしてもなんか自分の中でこう皆さん否定的になったりとかするんですけどもその否定的になるところをもっとこう自分に自信を持ってなんかこう、ね、あの自信を持って、えー、毎日の生活ライフを生き生きとなんか暮らせるような提案をしていけたらなっていうのがまあ将来的な夢とかそんな感じになります。す、はい、すごいい素敵ですねいろんな人に <laughs> こう、支えていくっていうのが夢っていうことですか？はい、そうですね。なんか、皆さんが思ってる以上に、例えば、よく病気になったりとかして、皆さん、こう、病院に行って、お薬をもらって。 治すっていうのは当たり前のように普通になってるんですけどもやっぱり自分の体の中に自己免疫能力が、まあ、治癒力っていうのがあるんですけどもそれってやっぱりすごく自分の精神があることでその治癒力で高まっていくと思うんですねなのでもう私なんかこうもう病気になっちゃってダメだと思ってしまうとやっぱり病気ってこう大きくなっていくじゃないですか でも私って大丈夫なんかこんな病気なんかすぐとなんかこう吹っ飛んじゃうみたいな自分の気持ちがやっぱりあったりとかするとそれは体の中のエネルギーとなってやっぱり自己治癒力が高まるんですよねだからなんかいつも自分を否定するんじゃなくて、まあ、ネガティブ思考からちょっとポジティブ思考っていうかですねそういうふうになんか皆さんがこう前向きにこう毎日を過ごされるといいんじゃないかなっていう思いをいつも感じてます。 なるほど。その思いをどんどん伝えていきたいっていうのが夢とかでしょっていうことですね。すごい素敵ですね。ではそれを具現化するためにどんな目標や計画を立てていらっしゃいますか そうですねまずあの本当に皆さんあのそれぞれ例えば育った環境も違うし毎日摂取している食べ物も思考も違うしあとやっぱり体の柔軟性とかそういうのも全く違うと思うんですね。でやっぱりあの一人一人それが個性っていう一つのえ自分一人のやっぱり性質だと思うんですね。でやっぱりその人の性質を正確に伝えてあげるっていうか。 なんかこういったものがいいと思いますよっていうようなそれぞれのやっぱりそういうような皆さんが一人一人自分になんかこうどうしたらいいんだろうっていうところを自分で考えられるような。 そんな提案をいつもしていきたいなって思っていてで、やっぱり例えばまあ私なんかは毎日スパイスカレーを作ったりとかするんですけども。もまあ、そのスパイスっていうのもやっぱりこう。あの季節に合わせてその食材が出てきたりとか。まあ、秋だったら秋の旅を乗ってるのがあると思うんですね。で、やっぱりそれをこう。皆さんが日常的に取り入れたりとか。 なんかその季節のものを食べたりとか季節に合わせた生活をすることによってやっぱりこう自分の体からまあいろんな排泄が促されたりとか。 またた自分が元気になったりととかすすると思うんですねでやっぱりそういうようなことを皆さんになんか気づいていただくっていうかこういうものを取ったらいいですよっていうことを、まあ、なるべく皆さんに分かりやすく伝えようっていうのを目標にしていつも例えばヨガのレッスンの前にお話をさせていただいたりとか、まあ、そういうのを SNS で、まあ、こういった栄養がいいですよとかこういう食べ物を食べた方がいいですよっていうことを、まあ、皆さんにこうお伝えして。 それをなんか読んでくれた人があじゃあこういうものをなんか食べてみようかなっていうようななんか一つのこう気づきになったらいいなっていうことをいつもなんかそのなんでしょうかね目標というかはい皆さんにお伝えしている感じですね。あすごい素敵な目標ですね。<laughs> はい皆さんにね伝えられるっていうのを、ね、目指してさらにねそのヨガのレッスンの前にも伝えられてるっていうことなのではい。はい なんかね、生徒さんがいっぱいいらっしゃるのかなっていうふうに <laughs> <laughs> 結構やっぱりあのヨガだけ推しに来るというよりも皆さんやっぱり健康になりたいとかやっぱりこうちょっと自分に健康の意識が向いてる方っていうのがわ、まあ、割と多いんですねやっぱヨガを始めたりする方ってだからやっぱそういう方ってなんかこう健康の話とかね栄養の話とか例えばそういういろんな話をすると結構ね皆さん興味があるんですよね。 知らないだけでちょっと興味を持ったりとかあるのでなんかそういうお話をするだけでなんか生徒さんがすごい勉強になりましたって言っていただけると仲よしもうちょっと頑張って勉強しようかなって自分の励みにもなったりとかするんで、はい、そういうところですねいや素敵ですね興味を持ってね聞いてくれる生徒さんがいるから、はい、まずね話も始まれるっていう感じですよね。<laughs> はいはい ありがとうございます。じゃあ、その目標や計画に対して、現在どのような活動指針を持ってどのような基本活動をされておりますか？そうですね。まヨ、あ、ガはえっと本当に私あまりこう。自分であの教室を宣伝したりとかですね。なんかそういうことをするのはあまりしてないんですね。で、やっぱりあの参加された方が結構、その口コミでお友達に広げてくれたりとか。 あとやっぱりその何でしょうえとまあ老若男女問わずというかえっとヨガっていうのが例えばあのどんな年齢からもどんな状態からも始められるよっていうことをやっぱりそういうのをまあそのヨガの教室の中でこう必ず伝えていてそうするとやっぱり例えばあの諦めていた人がね なんかあじゃあちょっっととヨガやってみようかなとかな例えばなんかこう手術のあとに、うん、なんか私体を動かさないとやっぱりどん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 体錆びちゃうよなと思ってる人が、まあ、そうやってなんか聞くこと、まあ、聞いて誰かから聞いたりとかすることによってじゃあヨガ始めようっていうそういうような、まあ、あの働きかけを促してあげたりとかあと例えば、まあ、あのこういった毎日の 食事なんですけども、まあ、そういうのもやっぱり SNS、まあ、特にインスタとかですけども、まあ、写真を載せて、まあ、その写真の中から、えっと、こういったバランスがいいですよっていうことをお伝えしてやっぱり写真の中から皆さんが「あ食べてみたいな」とか「お、ま、い、あ、しそうだな」っていうようななるべくそういうビジュアルにできるように、まあ、自分の中でも毎日のその食事の、えっとまあですかね、メニューを構成しているというか。 そういういいのをなんかこうあのいつも基本活動っていうかですね取り入れるようにしてやっぱそのためには、えーっとまあ、ヨガもそうだし食事のメニューとかもそうなんですけどもやっぱりこう私も知らないこととか私もまだまだいろんな知識得なきゃいけないなっていうところがあるんでやっぱりそういうものをあの前だったら誰かの講座を受けたりともあったんですけども今はやっぱり自分で学ぶことによって何か 自分の学びたいところをやっぱりこう正確にいろんな、まあ、ん文献とかを見たりとかあの調べたりとかしてできるので、まあ、そういった自分のアウトプットとインプットっていうところを、まあ、なるべくバランスよくあのやるようにしている感じですねへ。ちなみに今学ばれてることとかあるんですか 今学ばれていることの大きなまあ部分といったらやっぱり栄養学すごい大事だなと思っていてまあ人間って口から入ったものがまあ肛門とかまあねえっと自分の尿として出るまでの排泄を通るまでにいろんなやっぱり期間を通していくじゃないですかまあ食堂を通して胃いい通してまあ小腸に入ってみたいななんかそういったなんか多分 間、まあのとところっててあまり皆さんん意識してないと思うんですね口に入る時は意識してるんだけどもじゃあそれがどうやって消化されて体の中に吸収されて栄養になってどうあの排泄されていくのかっていうところはあんまりこう興味がないっていうかあまり考えていないところもあったりとかすると思うんですけどもでもやっぱり本当はそこがすごい大切でやっぱりその食べて 食べ,時の食べてもちゃんとそれが例えば吸収されたりとか分解されたりしなければこう私たちの筋肉とかでやっぱり体を構成するものに変わっていかないのでやっぱりじゃあ自分の消化力ってどうなんだろうとか自分の,その腸の環境ってどうなんだろうとか、まあ、そういうのも本当になんか皆さん一人一人が違うのでやっぱりそういう状況があまり良くないなと思ったら やっぱそういうのを改善していくようなやっぱり提案も必要だなとか思っていてうんだからやっぱり体に入ったもので私たちの体はできているっていうね <laughs> そこを皆さんに本当にね知ってもらえるようにあの今ちょっと栄養学を分かりやすくあのお伝えするための勉強をしている感じですね。すすごいい素敵ですねは でもそれってまあなんかんでしょう私だけじゃなくて自分の家族であったりとかまあもちろんその生徒さんとかね周りの人もそうなんですけど一番はやっぱり自分自分っていうかね自分がやっぱり体なんかあんまり良くないのに皆さんにこうお伝えしてるのもあんまり良 <laughs> くないの <laughs> ま,まず自分がちゃんと学んでそれをちょっと実行できるように、うん、やっている感じですね。 へーあーすごいですね、そうやってなんか学んだことをしっかりと実践されているっていうところが本当素敵だなって思いました。<laughs> まあ、じゃあ、そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何があったでしょうか、うん、そこにはどのような発見とか AI があったんでしょうか。 うん、あの私、ちょっとですね20代の本当に始まりのときにです、ね、まあ、ちょっと接触今でいう接触障害というか、まあ、本当に物が食べられなくなった時代時があったんですねで。やっぱり物が食べられないと、人間の体って機能していかなくなるんですよ。例えば変な話、うん、体温調整ができないとかねあの、すごい暑い環境の中にいても汗かかないとか、うん、なんかやろうとしてもやる気が起きないとか、話そうと思っても話せないとか。 なんかそういうふうにどん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 自分のやっぱりあの生活レベルが下がってっちゃうんですね。でやっぱりそういうことを一旦経験したときに、あ、これはやっぱりこうもう死んでしまうレベルにね行ってしまうったりとかすると、なんか人ってそこでまあどっちかだと思うんですけど、私の場合はなんか生きなきゃと思ったんですよ。でそこから自分を変えて,いって。 でまあ、その時にインドにも、まあ、あのご縁があったんですけども、まあ、そういうところから食事が変わったりとかであとやっぱり自分がもう子どもができないかもしれないと思っていたところを、まあ、3人ちょっと子どもが授かってでやっぱりそういった何かなんでしょうね、えっと、自分の体ってやっぱりあのさっきも言ったようにちゃんと自分で整えてあげると体はまた自分のねなんか治癒力を んかそういういのののがなんか私の体感感中ででと感じてったんです、ね、で、やっぱり一番大きかったのはインドとの出会いで、まあ、そのスパイスっていうものを使って、まあ、本当に薬草を煎じて自分の体に塗ったりとか飲んだりとかそういう時にどん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 自分の体が軽くなって本当にその自然の持っている、まあ、植物の力っていうかそれがすごいなと思ったんですよね。 でそれまで西洋医学に携わっていたので、なんか薬で人は治るものではない。やっぱり、あのこの病気にならないためには、どういう食べ物を食べて、どういう生活をしたらいいかっていうものが、だんだんとこう分かってきたっていうかね。だからやっぱり自分が病気をしたりとか、何かちょっとこう、なんでしょう。 あの精神的にねちょっと辛い時があったりとかでもその時にやっぱりいい気づきだと思うんですよねでその気づきからやっぱりじゃあ今度はこうしなきゃいけないんだなっていうことがやっぱり私の中でもすごいたくさんあのいろんなことがあったので、まあ、今はねなんかそういう,あのこうバイオリズムというかどん底があって <laughs> また上がってみたいな本当に波乱万丈なまあ人生っていうのは人生なんですけど <laughs> だからその分だけやっぱり学ぶことは多かったかなっていうね。 感じがします、はい、へーすそうですね一番の発見はやっぱりあのまあね皆さん本当に食事ってすごい毎日の,あの生活の中に必ずあるものなんですけれどもやっぱりその食事が取れなくなるとこう私たちの体だけじゃなくって心っていうのもやっぱりこう疲弊してっちゃうんですよね。 だからやっぱり美味しいあ今日もご飯が美味しいとかね今日も何々が食べたいとかね <laughs> なんかそうやってやっぱり感じることとかあとやっぱりこう人間の生活の中でまあ食べるっていうことも大切だしあと 活動動しててくっていうことも大切だと思うんですねだからやっぱり「あ今日もなんか体が気持ちよく動かせてるな」とか「なんか今日も一生懸命ちょっと運動しようかな」とかそういう自分の中にこう湧き上がってくる意欲っていうかねあ「今日はなんかもう疲れちゃったから寝てよう」とかじゃなくって「<laughs> よしじゃあ今日歩こうかな」とか「お天気いいからちょっと空気吸おうかな」とかねそれもすごい大切だしやっぱり。 活動してていれば自然に夜っっ眠くなったりとかかするからやっぱりその睡眠が気持ちよく睡眠に入れたりとかまあいつもねなんかこう深い睡眠というかやっぱりこう自分の中で翌日あ疲れが溜まってないなっていうようなやっぱり良質な睡眠をとることがとても大切だと思っていて、まあ、そういうのがだんだんこう食事をしっかりとしたりとか食べ物をしっかりと食べて運動すれば だんだんと、まあ、そういったなんか入水とかも、ね、うまくいってきてそう、だからそれがやっぱりできなくなってるからこそ、今、いろんな人が病気になっちゃったりとか、まあ、生活の乱れっていうところになってくるのかなと思うんですね。だからやっぱり一度そういう生活のリズムを整えてあげるっていうことも、やっぱりちょっと大切なのかなっていう気がしますね。はいいありがとうございます、うんはい じゃあその素敵な発見や出会いの背景には何があったのででしょうかそうかそすね先ほどもなんかちょっとこう、あのー、言ったんですけれどもやっぱりその、まあ、背景の中には自分がこう大きな病気をしてしまったりとかうん、うん、精神的につらいことがあったりとかでやっぱりその時ってなんかこう人に頼ってもなんか解決はしないんですよね。自分でこの状況をどううしようかな やっぱり自分と本当に向き合わないとやっぱそれがなかなかあのできなくなるというかだからやっぱり人から教えてもらうんじゃなくってやっぱりいつでも自分の中で、まあ、体感するというかもうそういう時もあっていいと思うし、まあ、そういう時がむしろ本当にあ私こういう生活習慣じゃダメなんだな。 こういうい食べ物を取ってたらダメなんだなななっていいう気づきになるじゃないですか,だからそれは悪いことじゃなくってその悪いことをいいことに変えていくっていうことがやっぱりとても大切でそれはなんか私の中では、まあ、本当になんかこうあの偉そうですけども自分自身で変えてったっていうところもあるんですね。 それはやっぱりあのいろんなやっぱりこう人との関わりもあったりとかして、まあ、ありがたいご縁があって人に助けられたりもしてきたしただやっぱりその人から助けられた中で最終的にはやっぱり自分自身の選択っていうところになっていくと思うのでだから誰かにやっぱりずっと頼りっぱなしっていうのはまあ何て言うんでしょうねえっといつまでもこう あまり改善していかないっていいいかか、なっうやっぱりその皆さんのアドバイスを助け,なが助けてもらいながらもやっぱり自分自身があのいいふうに改善していくっていうことが、まあ、一番のね大切なんじゃないかなとか思ったりするので、まあ、そういうところにたくさんなんか発見させられました。<laughs> <laughs> いやーすごい素敵ですね、その自分自身をやっぱ自ら変えようって思う心っていうのは、逆にどこから来るのかなって思って、聞いてましたけどなん <laughs> でしょう、やっぱりあのヨガの生徒さんなんかも、やっぱりこう最初はすごいマイナスに考えられる方多いんですね、私、体が硬いからヨガ向いてないとか、ポーズがうまくできないから私はヨガできないとか、結構やっぱり皆さん、そういう方、すごく多いんですね。 うん、でもやっぱり一番最初に言ったようにあのその体が硬いとか,なんか柔軟がうまくできないとかポーズがうまくできないってことは本当に関係なくって私がヨガをやってみたい、うん、なんかヨガを始めてちょっとあ終わった後に気持ちよかったなとかなんかヨガを始めたらちょっと 少しだけなんか呼吸が意識できるようになったなとかそういうちっちゃななんか気づきがだん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 と自分の大きな気づきに変わっていくと思うんですよねで最初はなんかこれが気づいたのか気づかないか分かんないぐらいの気づきですごく皆さんいいと思うんですけどでもそれをやっぱりこう細く長く何年も続けていくとあなんかいつの間にかすごい筋力ついたなとかねあ前マのポーズ苦手だったけどなんかポーズができるようになったとか呼吸が最初はすごく意識が するの難しかったけどなんか自然に呼吸ができるようになったら日常的にもやっぱりちゃんと自分で呼吸を意識できるようになったっていうやっぱりこう生徒さんのやっぱりこう気づきのなんか言葉を聞いたりとかしてもやっぱりそのなんかちょ,ちょっとしたことがやっぱり自分の積み重ねになっていくっていうかね。 だ食べ物も私いいのなんかもあの別に年だし、ね、なんか好きなもの食べてなんかこう早死にしたら早死にしたらいいのみたいなことを言ってる方も結構いらっしゃったりとか <laughs> あとやっぱりなんかこう疲れとかねそういうのをあ私年のせもう歳だからとか結構そういうふうに言ったりする方多いじゃないですかでもそういうところで片付けないでほしいんですよ。 やっぱりその自分がなんで疲れやすいんだろうとか、なんで食欲湧かないんだろうとか、なんでこうやってねちょっとなん,なんかこうしワが増えちゃったんだろうとか、やっぱなんか <laughs> 女性だったらたくさんやっぱりそういう気になるところがあるわけじゃないですか。でもそういう気になるところをちょっと自分の中でこう意識してあげるというか、そうすることによってね、本当に改善点って見つかっていくと思うんですよね。うん だからなんかついね美容液高いのを買っちゃっていやーこれあったけどなんか全然聞けないじゃんみたいな <laughs> でもそういうとこじゃなくて内面の睡眠とかじゃあ栄養はどうなのって、まあ、そうすると本当にちゃんと栄養が取れてちゃんと寝ていれば肌だってそんなに悪くなっていかないじゃないですか。 だからやっぱり外側にばっかり何かを求めるんじゃなくって、やっぱり自分の内側へとなかこう意識を向けていくなんかそういうことがすごい大切なのかなってなんか思います。ねすごいですねすごい素敵なことを聞かせていただいてありがとうございます。いますで,はでは最後に、えっと聴いてる皆さんへ一言 <laughs> お願いします。 はいまあ、ちょっとねこう偉そうにいろんなことをお話ししたんですけれどもでもやっぱりこう私も何年間かずっとこうヨガとデスパイスっていう生活をしていて、まあ、一番はやっぱりそういった自分がこうあのあまり加工されたものとかねなんかこう出来上がったものっていうものを求めるんじゃなくってあくまでも自然にあるものを大切にしていくと自分もやっぱりあの自然の一部なのでやっぱり自然にこう寄り添っていくっていうことはすごいな 大切なことなんじゃないかなっていうね、気がするんで、できるだけ皆さんもね、なんか生活の中にこう自然のものを取り入れてあのいただけると嬉しいと思います。<laughs> はい。<laughs> はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい、素敵なことをたくさん聞かせていただきありがとうございました。皆さん。